大白通り。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。このですね、ちょっと神社ちょっと行きたいと思いますんで、ちょっとお待ちくださいね。バスが今来てますからね。餅吉美味しいんだよな。このなんだかせんべい、これ本店なんだ、餅吉の。よく食ってんな、これ。ネットっていうか、あれで買ってますけどね。もちきち本店、ここにあったんだ。博多本店って書いてありますね。ほっほっほっ。ここは博多もちきちの本店でございます。これなんだ、東朝寺。東朝寺ってのがある。ちょっとまあ遠目に撮るかな。ちょっと行きます。失礼します。おお、ここに五重の塔があるのかな。ちょっと行ってみますか、せっかくですからね。これ六角堂みたいなのがありますね。これ六角堂みたいなのが、いいですね。やっぱほら、六角堂って書いてあってます。さすが歴史の。ここでかいな。1,2,3,4,50の塔、50の塔です。で、これはなかなかいい塔ではあるんですけども、塔より私がちょっと気になるのがこれですね。これなの気になる木じゃないですけど、これいいな。この木何の木だろう。これ書いてないか。来るだけ墓所東朝寺。こんな感じですね。こんな感じですね。九分岳の皆様のお墓でございます。これが黒田忠幸公の墓ですね。ちょっとこれはですね、二部構成ですね。ちょっと切りますわ、あそこで。
これこれ。あ、お邪魔します。あ、すごい。誰のかな。わかんないけどね。マリシテン。マリシテン。ぜひですね、こう来てくださいよ。絶対いいと思います、これ。これ桜じゃねえか。しだれ桜。おそらく。綺麗になるだろうね。春来ると。こんな感じですね。じゃあちょっと外でエンディングします。ですね、これちょっとそのままあの駅からですね、ずっと歩いてやったのを続けてしまいましたけども、おそらくですね、動画になっている頃は、こちらのものはですね、一応2つにも分けてやってると思います。これすごいね、これ綺麗だね、この桜、これ咲いたら。絶対綺麗だわ、この桜。これ、あれだな、桜咲いてると来たいな、これ。マジで。はい。では、横に餅吉の本店がありますけども。福岡大仏。お、あー、残念だな。残念。福岡大仏はですね、一応9時からオープンらしいんですけども、ちょっとあいにく、ちょっと今日はですね、もう9時だとダメなんで、ちょっと見れなかったですけど、はい。もしきしの本店が横にあります。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、ではですね、道民の近くにあるですね、東長寺からお送りしました。どうもありがとうございました。